ピーちゃんです。前回の動画でお知らせしたピーちゃんオリジナルグッズ販売ショップのピーズ工房がオープンしてから早1ヶ月が経とうとしております。おかげさまでハニカムトレイ販売後毎回完売しております。皆さん本当にご購入くださりありがとうございます。そして購入後のレビュー投稿や各 SNS での投稿もほんまにありがとうございます。一つ一つしっかり読ませていただいてます。私自身こんなにたくさんの方にご購入いただけるとは当初思っておらず、ピーちゃん含めピーズ工房スタッフ一同めちゃくちゃびっくりしてます。びっくりすると同時にほんまに嬉しくって、もっとたくさんの方にねハニカムトレイお届けしたいとも思ったし、ダイヤモンドアートをまだ知らない方へその魅力がお伝えできるようなきっかけになればいいなと改めて強く感じました。まだ欲しい方全員にお届けができていない現状ではありますが、引き続き既存の色の再販準備進めつつですね、今回の動画では新色の告知とお待ちかねあのアイテムのことをねお知らせしていきたいと思います。今回もねまあまあボリューミーな内容になっておりますので、今のうちにチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。最後までしっかりついてきるや。まず新しく販売する色についてお伝えします。今回の色はね前回とは全く違います。それがこちら、カーキとバイオレットレインです。そして前回の販売色もですね同じ時期に再販します。新色のハニカムトレイの特徴なんですけどね、前回のハニカムトレイの3色と違って見た目はねマットです。前回はね角度によって光の加減で若干色の変化が楽しめるものやったんですけど、今回はそういったことはなく大人っぽくて、これまたおしゃれな色になっておりますよ。カーキなんか見てこれめっちゃかっこいいよ。どちらも濃い色合いなので割と淡い作品好んで作る方はビーズが見やすくて作業しやすいと思います。そしてビーズの滑りや連張りのしやすさなど機能面もさることながら相変わらずこだわっておりますので、こちらも期待していただけたらと思います。そして SNS でもかなりの反響をいただいておりますミニミニトレイについてお話しします。前回の動画でもさらっと説明はしてるんですけど、ミニミニトレイとはハニカムトレイ購入時に有料オプションとして付けることができる小さなトレイのことです。それがこちら、もうねほんと小さいです。ほんで小さくてめっちゃ可愛い。色替えが激しくって数粒しかビーズを配置せえへんって時とかにね特に重宝ができて、あと小さくて可愛いので置いてるだけでも可愛いっていうねアイテムになっております。色についてなんですけど、めちゃくちゃ種類ありまして、ハニカムトレイで作られている色に加えてこんな色とかこんな色とか、もうねいっぱいある、もう乗せきれへんぐらいある。あ、もうどんどんあるよ、もうどんどん出てくるよ、もうどんどん出てきます。はい、もう乗せきれてません。はい、もう全然いっぱいある。しかもねカラーのラインナップどんどん増えてってます。かつカラーだけじゃなくってこんな裏面がパリピなミニミニトレイとかもあったりします。こんなんとかねいっぱいありますよ。もうこんなんとかね、こんなんとかね、はい、もういっぱいあります。はい、もういっぱいある。はい、こんな感じでねあったりします。ちなみにねレアリティなんかも存在しておりまして、ハニカムトレイでも制作されている色のミニミニトレイはノーマル、その裏面がパリピ仕様やったらスーパーレア、ハニカムトレイでは制作されていない色はレア、その裏面がパリピ仕様ならスーパースペシャルレアとなっております。まあねミニミニトレイの紹介はこの辺りで置いといて、オプションでミニミニトレイを購入する際カラーの選択不可になっておりまして、届くまで何色が届くか分からへんっていうものになってるんですよ。さながらオプションガチャになってたわけです。これがまたね SNS で話題になりまして、こんな色入ってたとか裏面がなんかすごいことなってるとかね、ありがたいことに盛り上がりました。ありがとうございます。でミニミニトレイ単体で販売してほしいという声もあったり、コンプリートしたいっていう声もあったりでね、もういろんな声ありました。そこでこんな商品考えました。それがミニミニトレイガチャです。ガチャガチャってありますよね。小さいお友達から大きいお友達まで人気があって、何が出てくるかわからへん、コンプリートよくかきたてられるあれですね、あれのミニミニトレイバージョンです。ミニミニトレイが3つ1セットで
お値段送料込みの550円で1回回せます。お一人様3セットまで回すことができるので、最大9つのミニミニトレイをゲットできるチャンスとなっております。ここでピーちゃんのワンモアミニミニトレイガチャ、開けるまで何色が当たったかわからへん。こんな中身の見えない袋に入れてお送りしますので、開けるまで全く何色が来たかわからへんようになってます。もちろんね、ピーちゃんもある程度封入して保管しておりますので、発送時何色お送りしてるか分かっていない状態です。一つの袋に同じ色は入れないようにしておりますが、複数セットご購入いただいた場合は色が被る可能性があります。その点に関してはガチャガチャということでご了承いただくとともに、それもねガチャガチャの醍醐味ということで、むしろ楽しんでいただけたらと思ってます。ちなみにこのミニミニトレイガチャ、前回販売時なんと1分で完売しました。もうかなりの数用意してたんですけどね。その教訓を生かしまして、次回販売時はベラボーに多い数用意しておきますので、ぜひこれを機にですね、新色のハニカムトレイとご一緒にガチャ回していきませんか。大爆死するか大当たりするかドキドキですね。ぜひ何色が当たったか SNS で画像を載せて、ハッシュタグピーちゃんのやつでぜひ教えてください。ちなみにピーちゃん、このハッシュタグでめっちゃエゴサしてます。そして最後に、新色ハニカムトレイとミニミニトレイガチャの販売時期を発表します。まずミニミニトレイガチャは5月の1日水曜日21時、価格は1セット送料込みで550円、お一人様3セットまで購入可能です。そして新色ハニカムトレイは5月の2日木曜日21時、同じタイミングで給食も再販します。価格は1400円。そして新色セット、給食セットも販売します。概要欄にショップ URL を載せておきますので、 PayID アプリをダウンロードしている方はぜひピーズ工房のフォローと商品ページのお気に入り登録をよろしくお願いします。フォローしてると定期的に更新してるショップブログとか、その他のお知らせなんかがアプリ上でサクッと見れるようになってます。いかがでしたか。今回の動画もお伝えしたいこともりもりっと喋りましたが、ついてこれてますか。ハニカムトレイやミニミニトレイガチャを買えた方々が X や Instagram で写真載せてくれておりますので、アカウントを持っている方はぜひハッシュタグピーちゃんのやつで検索してみてね。そして到着後もぜひハッシュタグピーちゃんのやつをつけて到着報告をしてください。ピーちゃんエゴサしてます。そしていつも応援ありがとう。これからも皆さんのダイヤモンドアートライフがより良いものになりますよう、ピーちゃん頑張っていきます。ほなまた。